1922年の国境線を示した地図。ドイツ領は桃色で、ポーランド領は黄色で示されている。ポーランド領のうち、西北端のバルト海に面した細長い部分を、ポーランド回廊と呼ぶ。ポーランド回廊付近拡大図コリドール、ポーランド回廊地帯ダンシグ、自由都市ダンツヒジャーマニー、ドイツプロイ選手、イーストプルシア、 東プロイセンポーランド回廊は、第一次世界大戦後のポーランド国家復興の際に、ドイツ国から割上された領土のうち、自由都市ダンツヒとドイツ領プロイセン州に挟まれ、バルト海に面した回廊地帯を指す。ポーランド第二共和国時代においての、バルト海への往来を確保するための回廊であった。ポーランド回廊にあたる地域、プロイセン地方は何百年もの間。 新聖ローマ帝国領であった。ポンメルーン及びブランデンブルクの東プロイセンと西側の西プロイセンは1466年から1772年までは横領プロイセンになった。十字軍と東方植民以来スラブ系であるポーランド人が定住する前からドイツの影響は何世紀にもわたってこの地に及んでいた。ポンメルーンから バルト地方にかけて住むドイツ系住民はバルトドイツ人と呼ばれ、また、プロイセンにはもともとバルト民族のプロイセン人が住んでいた。連合国はかつてウィーン会議で決定されたポーランド立憲王国の領域を復興ポーランド領土の範囲を決める叩き台とした。しかしこの状態のポーランドは北東側はバルト三国、北側は プロイセン王国の東プロイセンと西プロイセンによってバルト海への出口が塞がれていた。このためアメリカ合衆国大統領ウッドロー・ウィルソンが14箇条の平和原則でポーランドに海への出口を与えると声明し、それを受けて西プロイセンにポーランドのバルト海への出口として設定されたのがポーランド回廊である。ドイツは回廊の成立を ベルサイユ条約によって受け入れることとなった。ビスワ側の河口に近い港湾都市ダンツヒは、ドイツ人が大多数を占める町だったが、ポーランドも、海運、水運をダンツヒに依存しているため双方が譲らず、結局ポーランド領でもドイツ領でもない、国際連盟の下にある自由都市、ダンツヒとなった。しかし、ダンツヒとポーランドの対立が深まったため、ポーランド政府は、 ポーランド回廊の海岸にあるグディニャという小さな港町に当時最先端の不当を建設して100%ポーランドが管理できる港を作り上げ団地費と激しく競合するようになった。西側の住民はドイツ領であった東プロイセンや西のポンメルンと比べるとカシューブ人やポーランド人といったスラブ系人の割合が比較的多かった。 しかし過去にはドイツ騎士団国家で文化的にはドイツ人の影響の濃い地域でもあった。ドイツ人の数も都市部を中心に無視できないほど大きかった。1910年、ドイツ人42万1029人がこの回廊地域に居住していた全体の42.5%にあたる。ポーランド回廊の設定によって領土を東西に分割されたドイツ人は ポーランドの国に定住することを受け入れなかった。第二次世界大戦でドイツが敗れると東プロイセンはポーランド領となりポーランドの海に面した地域は大きくなった。またポーランドソビエト戦争の際には赤軍がこの地域でドイツ人追放を行った。ありがとうございます。